オラピョーシュボイシャーカンダンディ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ショットガンダンディ参上です。今回はYungeen Aceのゲームオーバーのパート2やっていきたいと思います。それでは早速いきましょう。はい、ということで早速解説入っていきたいと思います。入っていきます。4-1 sweep ball game nigga 直訳すると、4対1で勝っちゃったぜ、ボールゲームだ N ワードって言ってますね。これはバスケット用語なんですけども、バスケットのプレイオフっていうのが7試合のうちの4試合勝てば次に進めるみたいな感じがあるんですね。で、スイープっていうのは一掃するみたいな意味があるんですけども、4対0で勝つことを、4-1 スイープっていうわけなんですね。4勝連続で勝って1個の試合を勝つみたいな意味ですね。難しいですけど説明が。で、ボールゲームっていうのがこのタイトルであるゲームオーバーと同じような意味です。で、ボールはバスケットボールのことを言ってるので、アメフトでもサッカーでも使えるんですけども、ゲームオーバーだぜお前って言ってる感じですね。What they call me nigga 直訳すると、やつらは俺のことをドンダダと呼ぶって言ってるんですけども、ドンはマフィアとかのドンなんですけども、ダダっていうのがダディを省略した感じなので、パパとかお父さんを省略した言葉なんですね。なのでドンの中のドンダで、あいつらは俺を呼ぶみたいなことを言ってるわけですね。Bitch, I run this shit like Tony, I don't give no fucks 直訳すると、俺はこれをトニーのように操ってるぜ、牛耳ってるぜ、俺はマジでどうでもいいんだみたいなことを言ってます。トニーって誰なのかなんですけども、有名なコカイン映画スカーフェイスっていうのがあるわけなんですね。その主人公の名前がトニー・モンタナなんですね。で、彼はマイアミでコカインを使ってのし上がってきたっていう話なんですね。で、皮肉ではないと思うし、狙ってると思うんですけども、Yungeen Aceもそのフロリダ州を拠点にしてるので、このトニー・モンタナと同じような場所なんですね。ちなみにトニー・モンタナのこの黒ずくめの衣装を意識してると思われます。もう確実にこの着こなし方はこの時のトニー・モンタナの感じなんですね。で、もちろん彼はその地域のドンみたいな存在にのし上がるので、そういうのも全部辻褄が合ってくる。この人のキャラクター的な性格的な部分は、もう本当にどうでもいいクソくらいだっていうような性格なので、そことも結びつけてる感じなんですね。7.62's knock his face off, now pick him up 直訳すると、 7.62 やつの頭を取ってその後に拾うみたいなことを言ってます。かなりグロい描写をしてるんですけども、 7.62 っていうのは拳銃の弾の大きさのことを指します。なので、それでやつの頭を取っちゃって、ヘッショして、で、落ちた頭を拾ってあげるぜっていうグロい描写をしてますね。で、 pick him up っていうのが拾い上げるっていう意味なんですけども、もう一つ意味合いがあって、スラング的な弾を当てることをピックマップとも言うわけなんですね。なので、弾を当てることと拾い上げることの2つの意味だけでなく、あと1つバスケットにもちなんだ言葉があるんですけども、つくみたいな感じですね。あいつにつくっていう時にピックマップとかって言ったりするわけですね。か、ボールを持ってる人がその人に対してこう体を当てながらもゴールの方に近づいていくみたいなプレーをピックマップとも言うわけなんですね。なので、その3つの言葉遊びをしている感じです。I don't know who the fuck he think he fooling voodoo, come get him up 直訳すると、やつが誰のことを騙してるか知らないけど、おいブードゥーよ、こいつを捕まえに来いって言ってますね。ブードゥーが何かなんですけども、いわゆるこういう魔術的なものですね。で、結構黒人の文化にある感じです。黒魔術的なイメージを持てばいいんですけどね、見た目的にはこんな感じなんですけど。で、面白いのがですね、実はFoolioっていうのはブードゥーっていう曲を出したことがあるんですね。ほんのちょっとだけ流してみます。おばあちゃんがブードゥーやってるぜみたいな歌詞も入っている、ブードゥーで、実際にFoolioっていうのはブードゥーを信じてるらしいです。これインタビューでも述べてました。ちょっと流します。インタビュアーの人に、ブードゥーについてなんだけど本当なのみたいなことを言ったら、ブードゥーはもうそこら中にあるよって言ってますね。ガチで信じてる感じですね。なので、そこに対してバカにしてる感じのラインですね。お前ブードゥー信じてるとか、誰がお前のことを信じるんだよ、おいブードゥー本当に存在するならこいつを捕まえに来なって言ってるわけですね。で、忘れてはいけないのは、この曲は Foolioさんが亡くなった5日後の話なので、かなりひどい煽り方だと思います。I don't know why the fuck they thought I was losing, I was always up. 直訳すると、奴らはなんで俺が負けてるって思ってたのか知らんけど、俺はずっと勝ってたぜって言ってますね。まあ、これはもちろんFoolioを率いる KTA というギャングと、Yungeen Ace率いる ATK のギャングの構想を言ってるわけなんですね。結構2013年とかからずっと戦ってきた奴らなんですけども、その間ずっとYungeen Ace側が勝ってたんだってことが言いたい感じですね。For any rap nigga finna play, you niggas could get it too. 直訳すると、ふざけようとしてるその他のラッパーたちもこれを得ることができるぜみたいな直訳です。何を得るかっていうのはもちろん彼の怒り、彼の銃の矛先になることができるぜ、俺とふざけたらって言ってますね。まあ、これは他のラッパーたちに忠告している感じです。Cause I got bodies under my belt and all I know is shoot.直訳すると、なぜなら俺はベルトの中に体をいっぱい仕込んでるぜ。そして撃つことしか知らないって言ってますね。ベルトの中に体を入れるっていうフレーズは昔からある言い回しで、いっぱい殺害してきたことを表すフレーズなんですね。で、これは西部劇とかそういうところから来てて、ベルトに殺害した数だけ何かつけるみたいな風潮からこの言い回しに発展していったわけなんですね。まあそのことを言ってて、で、俺は撃つことしか知らない。喋ることとかそんなのどうでもいい。まずは撃つやつみたいなことを言ってる感じですね。When two of them died inside my eyes, I lost my mind. 直訳すると、あの双子たちが俺の目の中で死んでったとき、俺は精神を狂わせたんだって言ってます。これは2018年に起きたYungeen Aceと他3人が車に乗った後に襲撃されて、他3人が亡くなってしまった事件のことを言ってます。で、Yungeen Ace自身も8発の銃弾を受けて重傷になったんですけども、奇跡的に生き残ったわけなんですね。その時の3人がこれ。で、真ん中がYungeen Aceの弟なんですよ。なので本当に文字通り目の前で亡くなってってしまったわけなんですね。で、Yungeen Ace自身も認めてるんですけども、この事件をきっかけに PTSD になってしまったみたいなことを言ってるわけなんですね。未だに苦しんでるらしいです。そういうのもインタビューとかで認めてる感じなんですね。Karma do it all, I know get back do with time。直訳すると、カルマが全部やってくれる。俺は時間が経てば全て回ってくると信じてるみたいなことを言ってます。これは自分の愛する人たちを奪った人たちに対してカルマがまた同じことを奴らにするだろうって分かってたみたいなことを言ってます。まあ、これはFoolioさんが亡くなった5日後の話なので、実際にカルマが働いたんだみたいなことを言ってるんだと思うし、実はこれは自分自身にもそのカルマがいつか回ってくることも俺は理解してるっていう意思の表れでもあるわけなんですね。5.56 increase in murder rate, another body on the way. 直訳すると、 5.56 で殺人率を上げてやる。また体が向かってるぜみたいな表現をしてます。5.56 っていうのもこの弾の種類にあります。なのでその 5.56 を使ってこの地域の殺人率を上げてやるぜ。言ってるわけですね。もちろん自分がいっぱい殺害するからってことです。で、殺害するからまた死体が病院に向かってるぜみたいな表現をしている感じです。Mask on, get up close, this another closed case。直訳すると、マスクをつけてかなり近寄って、これはまた未解決事件になるみたいなことを言ってます。まあ、ここで捕まらない意思みたいなのも入れてるんですけども、これ実はかなり深いことを言ってましてですね、Black on Black Violence っていうフレーズがあります。直訳すると黒人同士の暴力っていう意味なんですけども、これが昔からアメリカにある問題で、そういう黒人が住む貧しい地域、ゲト、フッドとかそういうイメージの地域っていうのは、政府がそういうふうに仕向けてるんだっていう都市伝説とかがあるわけなんですね。で、黒人同士で殺害があった時、警察とかは本気で捜査しないっていう都市伝説もあります。なので、いくら若い黒人を殺しても結局捕まらないパターンが多いんですね。未解決事件になってしまうわけなんですよ。かなり有名な例で言えば、ツーパックとビギーの殺害者は未だにちゃんとは分かってないです。最近ツーパックの殺害者が捕まったみたいですけど、あれもまだ確か裁判中なのではっきりはしないし、そもそも1900年代から30年間近くずっと未解決のままだったっていうのもおかしい話なんですね。あそこまで有名なのにっていうところです。なのでこういう都市伝説が存在してて、で、ここでYungeen Aceは何を言ってるかっていうと、どうせFoolioをはじめとする敵対してるギャングメンバーを殺害しても未解決事件になるから、俺はマスクつけて近づいて殺害してやるぜって言ってるわけなんですね。結構意外と環境に対して深いことを言ってる感じのリリックですね。で、Don Julio shots to the face でこのバースを締めてます。Don Julio のショットが顔に当たるみたいな表現をしてますが、これはダブルミーニングですね。まずドン・フーリオっていうのがテキーラにこのブランドの酒があります。結構高めのテキーラですね。で、このミュージックビデオ中にもドン・フーリオのお酒が出てきてました。で、わざとだと思うんですけども、フーリオって書かれたボトルを持ってたので、これはフーリオの名前にちなんでるわけですね。なので歌詞的にも2つの意味があって、本当にこのお酒のショットを顔に当てるかのように飲むのと、フーリオの顔に銃弾を当てる。っていう2つの意味ですね。で、お酒の方は乾杯とか祝福の時に飲むのがお酒なので、で、何度も繰り返し言いますが、この曲はフーリオが亡くなった5日後の話なので、フーリオがやっと顔に銃弾を受けて、祝福の時が来たぜっていう意味があるわけなんですね。で、それでこの曲を締めてるので、かなりスキルフルな内容となってるわけなんですね、実はってところです。で、最後にですね、ちょっと面白いシーンがあるので、そこもちょっと解説いたします。まずこの真っ黒のエアフォース1についてなんですけども、これはパート1で説明してますので、まだご覧になってない方、どうぞパート1お願いいたします。この真っ黒のエアフォース1にも意味があります。何を言ってるかはっきり聞こえないですけども、ドンダダだぜ俺はみたいなことを言ってると思います。まあ、ドンダダについてはさっき説明しましたね。ドンの中のドンだ俺はって言ってますね。こいつら本当は俺らと戦争なんかしたくねえんだって、なんかちょっとテンション高めに言ってますね。まあこれはもちろん相手のフーリオに対して言ってる感じです。こいつら本当は喧嘩したくねえんだ、ビビってんだよみたいなことを言ってますね。グラス取ってもうどっか行くぜ、こら出かけるぞみたいなこと言ってどっか行って終わる感じですね。で、ここで面白いのはやっぱりこのずっと黙ってね、全身真っ黒ずくめでこう立ってる人がいるのがなんかちょっと面白いシーンだなと、私は思いました。はい。ってな感じで、まあ、この曲は、締めさせていただきたいと思います。まあ、最後に感想なんですけども、やはりですね、こう供述にしか聞こえないというか、まあ、風量をやったでしょあなたっていう風になっちゃいますね。なので、私の予想としては、警察がね、ちゃんと仕事をするのであれば、早速Yungeen Aceのことを逮捕するとは思うんですけどね。ただ、アメリカは特になんですけども、本当に証拠がないと結構動けない部分があるので、今証拠を集めてる段階なんじゃないかなと思います。まあこのミュージックビデオと曲で十分証拠になり得ると俺は思うんですけども、まあ、嘘ついてたって言われたらそこまでなので、まあちょっと証拠としては確かに弱いなっていうのはありますね。ってな感じでこんな解説動画をほぼ毎日公開していっております。もしこの動画も気に入ってくださったのであれば、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。X、TikTok、Instagram などいろんな SNS もやらせていただいております。すべて概要欄にリンク先貼っておりますので、もしそちらも気になる方いらっしゃいましたら、ぜひともフォローよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただいて心より感謝しております。本当に本当にありがとうございます。次回の動画でぜひお会いいたしましょう。それでは皆さん、良い人生を。